はい、えー、今日の美食女ご飯、さわまためるさん。えっ、ー、と、私にとって最高の朝ごはん、そして、こちらも、あの、とってもいいですね。とってもいい、あの、おやつ、美食女スイーツ。ご紹介いたしました。あ、これも美食女スイーツですね。<laughs> こうやっていつもこう思い出すんですけど、この写真を見たら、これも食べたなって、もう私の、まあ今、ちょっと頑張ってるので、あの、 記録ですね。これはですね、ようやくね、お待たせしました。もう渇望していました。渇望していた豆乳グルトを手に入れました。これはね、〇3愛っていうところの、あの、もちろん無糖の、もちろんの、もちの論で無糖です。無糖の、えー、豆乳グルトです。それに、えーとね、これはね、ほのあま、ほのあま、 黒豆かな後でパッケージをお見せします。そして、個包装になった高木屋のきなこねえ、これでね、あの、さつまいもはね、オイシックスの紅はるかか紅あずまか。それを、あの、ホットクックで蒸しました。じゃーん。美食女スイーツにふさわしいですね。で、これを、じゃーん <laughs>。<laughs> 何を思ったか、なんかわかんないけど、さつまいもと、 豆乳グルートとね、この甘黒豆ときな粉で、美食場はパフェ作ってみました。イエーイもうね、これはもうパフェっていうかおやつっていうかもうあれですね。もうお食事みたいでしたね。うん、まあまあ美味しかったかな。<laughs> ねでもすごい体にいい感じ。もうこれ朝ごはん、これでもいいかなって思う時間がない方とかはね。うん 感じで美粛女ワパフェ、ね、新発売っていう感じですねこんな感じであこれかわいいですよねこのね引っ張り出してきました夏なのでダンスクのダンスクかなダンスクだったかな,なんかそんなような名前のブランドのあのー、なんかねかわいいんですねビードロみたいななんかね水玉水玉みたいな感じの、ね、ガラスの器に盛りました じゃーん。ねこれも罪悪感ないですね。全く。甘さがさつまいもと黒豆だけですからね。<laughs> 砂糖不使用です。あ、砂糖あ、でも黒豆、この中に入っちゃってるね。ほのあま、黒豆にお砂糖は入っちゃってました。こんな感じ。このあま、ほのあま小豆もあります。 これはほの甘くら豆。ね、調べたらね、これもね、あのーだ、大地とかで買ったんだと思うんですけど、でもね、アマゾンとかでも売ってると思います、これは。で、これも多分大地かな。私、やっぱりきなこもこう、大きいのだと、あの部、すぐ使わなくてダメにしちゃったりして、やっぱりなんかこれ、いつ開けたっけって言って結構怖いですよね、きなこ、もしなんか古くて当たっちゃったら怖い。 のでこれはすごく便利ですね高木屋のきなこ文法って書いてありますよねなので個包装なのでねその心配がなくてとってもいいですねえこれです文法文法最高小分け大好きねえ個包装大好きですほのあ黒豆ですねこれはまあ比較的砂糖入っちゃってるけどまあまあしかなっていう感じですね はい。では、続きまして。えっ、ー、と、これは、まあ、2食目かな。2食目、実質もう夕食みたいなものなんですけれども。また、あの、おにぎりセットにしました。おにぎりセット。えっ、ー、と、こちら、あの、具だくさんの、高酸化の味噌汁と、でこちらのね、おにぎりはね、前にご紹介した、瓶詰め。アマゾンで3つ、3つセットで買った、 かねたかなかねたっていうような名前のところのたらこ、たらこと鮭の瓶詰め、うん。なんかほんとおにぎりの具にちょうどいいような感じの。それを詰めて、たらこのおにぎり、たらこと鮭のおにぎりです。こんな感じで、あともうちょっとお皿にあるのはまたご紹介しますね。 あすごいスローペースなのでこれまた次に続かなきゃいけなくなっちゃいました。ねちょっと申し訳ないですけどまた次に続かせてください。丸3か丸4か続く。